立花屋仙友は、上方、江戸で活躍した色物芸人。本名、前川仙海。奈良県田部岬崎付近の延明寺の生まれ。先週境の東照大寺の僧侶となり、20歳で実家の住職になった。旅回りの芸人を寺に留めたのが縁で原則にして、旅回りの芸人の一座に入った。旅先で苦労を重ねたが、 もともと趣味でやっていた尺八の演奏を加藤慶水に本格的に学び、大阪の寄せに出て尺八の名人芸を披露するようになる。昭和に入り、吉本に属したが、見事な尺八とヘチマ踊り、パントマイムのような、ハイトリナル、珍芸で人気を取った。1941年からは、東京に出たが、ハを病んで尺八を吹けなくなってからも、 講座で無言のままただ尺八を磨く、枯れた芸で不思議なくすくす笑いを取り、ハエトリなども演じた。1945年3月の東京大空襲で、死去。4代目、三遊亭窓カバは、扇遊ぶと一緒に逃げたという。扇遊ぶは右に逃げて死去。窓カバは左に行って助かったとのこと。去年61、弟子に狐優等がいた。ハエトリの芸は、 漫才医師の夢じとし、木屋寺小石の小石が以前に数度、寄せやテレビで披露している。ありがとうございます。